はい、ウィッシュ。ユッキーです。今日はですね、缶ピース、久々に、買ってまいりました。缶ピース、でってきてってってーってってーん。値段が1150円。で、タール値が28ミリの、ニコチンが 2.3 ミリ。となってます。いや、久々っすね。缶ピースちゃん。パカッと開けると、このようになっております。最近のはね、いつもこのアルミなのか、シール、ケース、なんか、シールみたいなの貼られてて。で、ここを、引っ張ると、プシュッとね、こんな感じに出ます。おー!この香りを。この香りよ、この香り。はい。珍しいね。両切りタイプ。では、そのまま吸っていきましょう。おぉ。この程よいバニラフレーバー、あのザ・ピースとかみたいになんかめちゃくちゃ着工されてるっていう感じはしないんですよね。ああ、そして、バージニアの良質な香り。うわ、久々にするとうめえな。まあね、缶ピースは基本的にあのタバコ屋じゃない、コンビニじゃ売ってないんですよ。で、さらにショートピースですら、あの、コンビニで売ってないんで、最近。このね、香りを。あー、この、ほんのちょっとこのバニラの香りがすんの。で、あの、悪い例だとザピースが、もう、こんな、振り切ってんのよ。振り切ってんのよ。あの、メーターが。香りフレーバーの、あの、着工の、あれがね、振り切ってんのよ。恐ろしい。ザ・ピースは稀に見るクソタバコでしたね。もうね、あの、着工しましたよーっていうのがね、あの、もう何回も聞こえるレベル。もう着工しまくったよーみたいな。もう、つけにつけて、もうべっとりついちゃってんの。もう鼻につくんだよ、もう。あの、もう残るのよね。あの、なんていうか、バニラの。結局さ、バニラフレーバーってさ、あの、アイスクリームのバニラ味は、あれはうまいじゃないですか。でも、やりすぎると、いわゆるバニラエッセンスとか、あの、実際舐めてみたら苦いんですよね。バニラエッセンスっていうのは、あの、香りがね、あの、ああいうバニラの香りするだけで、実際食ってみるとまずいっていう、苦いんですよね。だから、いわゆるバニラフレーバーの、あの、バニラエッセンスの、直で舐めたような味ね。あれはもう、それで値段1000円するとか、意味不明なね。ああ、このちょうどいい感じ。
ああ、このちょうどいい。でね、俺普段はね、大体これで吸ってます。ショットガン。ショットガンという喫煙、タバコホルダー。を使って、基本両切りは捨てたんですけど、もうゴールデンバットも両切りじゃなくなったし、新生もね、両切りじゃなくなってしまって、あと残るはショートピースだけなんですよ。なんで、あんまり使う機会がないという。あ、うめえなあ。格が違うぜ。うまい。あとあれもあるか。ゴロワーズの両切りもあるか。まあ、あれ黒タバコだけど、あんまり好きじゃないですね。昔この缶ピースの缶が、いわゆる、千切り、千、千、あの、缶詰の、ほら、千切り、千切りだっけ？千切り？千切りで開けないと、開かなかったらしいですね。俺、その時代にちょっと生きてないんで、わかんないですよね。その時代に缶ピース吸ってないんで。俺、昔吸った時からこういう、シールタイプの、シールタイプになってましたね。まあ、結局あれなんですよ。コスト削減でしょう。でも、この缶はやっぱかっこいいよね。このね。で、匂いが。もうね、やっぱね、ショートピースの10本入りのやつに比べると明らかにね、香りがやっぱね、いいっすよ。全然。まあだからなるべくこれをね、この蓋をね、なるだけ密閉して、香りを逃がさないようにして、ジップロックで保存しときましょう。吸うのが、まあ、50本入りなんで、割と長くね、長いんで、やっぱ香りが飛ぶんですよね。ああ、タバコは、今日もタバコはうまい。なんとかかんとか。なんだっけ。なんかの CM で。タバコは、今日も元気だ、タバコはうまいだったっけ。で、短くなってきたらちょっと暑いので、シガレットホルダーに刺しまして。で、結構ね、葉がぎっしり詰まってるんでね。
固く詰められてるもんね。ショートピースはあのゴールデンバットとかと比べると、あの両切りの時のやつに比べると、明らかに固く詰められてるんで、ぎっしり詰まってるんですよ。だからお得ですね。お得。あのグラム単価的にも安い。20本換算だと460円なんで、まあ、最近、あの、値上げが発表された、あの、マルボロとかは、値段が520円とかになるらしいですね。まあ、マルボロはもう買わないでしょ。あと太いからか、わかんないですけど、喫煙時間が結構長いですね。あの、炎症速度が遅いのがこのショートピースの特徴っす。あー、うま。こういう何気ないことで、こう、楽しみというか、ね、楽しみを実感できるというか、人生の、人生に、このタバコというのが、いかにこう、まあ、世間では嫌われてますけどね。ああ、うめえなぁと感じる。いやーうまいね。ああ、うまい。まあ、タール値が高いですが、まあ、これはあれですよね。一回は吸ってもらいたいタバコですよね。実に美味しい。5つ星、余裕の5つ星。ご視聴ありがとうございました。